こんばんは。いつもご覧いただきありがとうございます。ここは新東名高速道路の下り線。今回の旅先は三重和歌山です。深夜に出発し、早朝伊勢神宮に到着する予定です。東京からはおよそ460キロ、8時間の行程です。一部最高速度110キロを持つ新東名は凸凹が少なく、直線基調の道はとても走りやすい上、トンネル内ではプロビーム照明のおかげで前方の視界が良く、とても不思議な空間を走行している気分になります。名工トリトンは伊勢湾岸自動車道の3つの斜張橋。うっすらと朝日に照らし出される主塔の色が青、白、赤と印象的で、中央大鉢の主塔から張られたケーブルだけが白い輝きを放っています。午前8時過ぎ、伊勢神宮に到着です。宇治橋は橋の中央が高い純日本風の反り橋、俗界と神域を結んでいます。宇治橋の両端に立つ鳥居は御正殿に使われていた柱が用いられ、やがてどこかの鳥居となります。秋の実りを野鳥がついばみに来ていました。鳥居をくぐり深淵に入ると、白い玉石を踏む音と鳥の声が響きます。伊勢神宮の鶏が朝を知らせるかのように鳴き、人々の行動を促しているようです。内宮に奉納された三重県産の清酒80樽が置かれていました。三坂戸の際は年3回催され、お酒を奉納します。神域への炎症を防ぐために作られた日よけ橋を過ぎると手水舎です。この付近の紅葉は見事なもので、水面に映るもみじに誰もが目を奪われます。五十鈴川の水はお清めやお供え物のためにも使われています。落ち葉を吐く風務員さんの竹ぼうきの音が玉砂利を踏む音色に加わりました。第二鳥居をくぐれば神楽殿です。伊勢神宮に生育する神宮杉、昔から伐採が禁じられており、多くの巨木が残されています。ご参拝の柏手の音が凛とした空気の中に鳴り響きます。少しねじれた杉の木がとても神秘的です。ゼロ磁場で見られる現象で、表皮だけがねじれています。突然紗友子様がお越しになりました。この先は撮影できない聖域がありますので、失礼がないよう撮影を遠慮しました。およそ2000年前、天照大神がこの地に鎮座されて以来、神様の住まう場所として伊勢神宮は日本で最も尊いお宮様です。神聖な雰囲気を味わうことができた上に、この日とても美しい紅葉を見ることができました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。このチャンネルでは日本の美しい風景や文化を撮影してお届けしています。この機会にどうぞチャンネル登録をお願いします。それからいいねボタンもよろしくお願いします。それでは次回、三重和歌山の旅をお楽しみに。